どうも皆様こんにちは、グリードです。今日はトーク動画ということで、久しぶりに僕が最近思っていることを考えていることを動画にしたいと思います。まあ軽いね、ラジオ感覚で聞いていただけると嬉しいです。さあ本題に入っていく前に、今日のテーマに関してなんですけど、どっちがクソゲーとかどっちが神ゲーとかそういう話では全くないので、まあコメント欄にこのゲームはこういうとこがクソゲーだからみたいなね、そういうね、マイナス的なコメントは控えてください。まあ本当に僕はふわっと思ったことをね、なんか喋るだけなので、まあ、軽いラジオ感覚として聞いていただけると嬉しいです。さあ、今回のテーマは、なぜバトロワゲームは日本は APEX で海外は Warzone なのかっていうね、話をしていきたいと思います。ちなみに背景に流れてる、プレイ映像は、日本のね、フィットネス業界で超有名な IFBB プロのカネキンさんとプレイしてる時の試合になります。カネキンさんもすごい Warzone プレイされてて、以前ね、ゲームの方でコラボを配信しまして、今度ね、カネキンさんと筋トレコラボもするかもしれません。日本で今バトロワゲームといえばって言えばやっぱり APEX だと思うんですよ。APEX の動画配信者もすごい多いですし、大会のね、視聴者数もすごい多いですよね。しかし、海外でバトロワゲームで今一番人口が多いのって COD のね、バトロワモードの Warzone なんですよね。Warzone は配信サイトの Twitch でもほぼほぼ上位にいますし、TFU とか SWAG とか、ほんと配信で同説数万単位、もう3万とか、もうそれぐらい来るような有名配信者がね、数多くいるというのもあります。本当にAPEX で流行ってるの日本だけと言っても過言ではないくらいなんですよね。まあでもその日本の人気って凄まじくて、もう海外のね、なんかプロ選手も日本サーバー来たりだとかっていうのも最近よくありますよね。僕はもう10年以上もう Call of Duty プレイヤーとして活動してますけど、でもいろんなね、そのバトロワゲームに手を出してます。PUBG も最初出た時すごいやり込んだし、Fortnite もね、ベータの時から日本で全然流行る前からめちゃくちゃやり込んでたりとか、あと APEX もですね、ベータ出た時からやり込んでて、で、シーズン1が一番やったかな。で、APEX も動画も今まで何本か昔ねちょっと出してます。というような感じで一通りね、バトロワゲームはね、もう大体ね、PUBG からね、触ってますね、結構。まあそんな僕は今ね、こう日本と海外でここまでね、流行ってるバトロワゲームが違うことに対してちょっとね、こうじゃないかなって思ったので、今日はそれを話そうかと思うんですけど、今回は理由としてそのゲーム以外の外的要因、例えばこの配信者がこう流行らせたとか、なんかそういう話は一旦置いといて、結論から言いますと、海外勢戦闘民族すぎる。これはね、どういうことかっていうと、その日本とね、海外とでね、そのバトロワのね、楽しみ方がね、全然違うなって思ったんですよ。まあそれをね、これから詳しく説明するために、まずね、その APEX と COD の Warzone のゲーム説明軽くしたいと思います。まず最初に APEX Legends の説明をしていきたいと思います。まあ皆さんご存知だと思うんですけども、基本プレイ形態は1チーム3人ですね。まあ最近デュオモードとかもあるか。だけど、ランクプレイは3人ですよね。で、合計60人でのオンライン対戦。60人っていうのはそのバトロワゲーとしては結構少なめな方に入りますよね。さあ、そして特徴的なところといえばやっぱりね、様々なキャラクターがいるところですよね。本当になんかヒーラー役もいたり、タンク役もいたりとか、それぞれ全く違うアビリティを持ってるっていうところは本当面白いところだと思います。そして普通のライフに加えアーマーがついて、しかもそのアーマーの種類もね、すごく多いので、まあ基本的にキルタイムですね。1人にかかるキルの時間っていうのは基本的に長くなってますよね。そしてもう一つの特徴としてランクシステムがあるとこだと思います。いや、これ本当にね、人気な部分の一つの要因だと思うんですけど、いや、すごい APEX ランク流行ってますよね。ほんと、やれダイヤややれプレデターがどうのとか、あんまりそういうの COD にないんでね、羨ましいところですね、本当に。そして言い忘れてましたけど、基本プレイは無料です。さあ、そして次に Call of Duty Warzone の説明に移りたいと思います。こちらもね、基本プレイ無料となっております。知らない人結構いるかな。無料です。Warzone に、バトルモードに関してはね、無料なんですよね。マルチはちょっとね、高いんですけど、9000円ぐらいしますね。高いですね、本当に。年々なんか値上げしてるらしいんですけど、まあね、最近はこう、ゲーム開発もすごくお金がかかってきてますから、グラフィックね、すごく綺麗になってきたりとか、まあゲームの値段が上がってしまうのはどうしてもね、仕方ない部分っていうのはあると思います。さあ、そしてこちら Warzone はね、最大150人の中で生き残りを競い合います。150人っていうのはバトロワの中でね、最大かな?本当にね、多いんですよね。Warzone の特徴的な部分といえば、やっぱりキャッシュシステムと強制収容所のシステムですね。まずキャッシュっていうのは、マップ上の箱から出てくるアイテムだったり、敵を倒した時に、お金が出るんですね。で、そのお金を貯めて、マップ上にあるショップの方に行くと、アーマーが変えたりとか、自分が作ったね、武器、ロードアウトを変えたりだとか、あと敵の位置を表示させる UAV ががあったりとかね、さらにはさらには味方をね、復活させることができたり、お金で。しかも何度でも復活できるんですよ。4000円あれば、4000円で買える命。そしてもう一つの特徴である強制収容所システムっていうのは、一度倒されると、強制収容所っていうところに送られ、狭いマップで 1v1 をね、倒された人同士でやるんですよ。で、そこで勝った人が、もう一回ね、復活できるっていうシステムになります。だから、ウォーゾーンはね、ほんと、一度倒されてもワンチャンがあるし、で、味方が生き残ってれば復活もしてもらえるので、お金があればね。150人いるにもかかわらず、復活がそれだけできるので、もう150人以上のね、敵がね、もう来るようなイメージなんですよ。そしてこちらウォーゾーンもアーマーシステムありますけど、Apex ほどね、硬くないですし、体力の方ね、自動回復になってます。そしてランクシステムはありません。以上の Apex と Warzone のね、説明をまとめると、Apex はランクなどを実装された、そのしっかりとした、硬派なバトロワゲーム。Warzone は復活がね、何回もできて、カジュアルにプレイできるバトロワゲーム。そしてこれが最初の方に言った日本と海外バトロワゲームのね、楽しみ方が全然違うなって思った理由になってくるんですけど、日本でこう多いバトロワのね、楽しみ方ってしっかりと結構立ち回って優勝を目指したりとか、ランクを上げを目指すっていう人が多い気がするんですよ。でもね、海外のね、そのウォーゾーンの配信とか見ててもね、なんかみんなすっごい動き回って、もうとにかくキル、優勝よりもとにかくキルしまくるっていう遊び方か、もうなんかヘリとか乗り物でなんかわちゃわちゃふざけたりとか、すごいね、カジュアルな遊び方をしてる人がすんごい多いんですよね。でもこれってね、ほんとね、バトロが出た時からね、ずっと変わってなくて、そのPUBG、その僕もPUBG出た時すごいね、結構やり込んだんですけど、PUBGもね、その日本サーバー、アジアサーバーと海外サーバー、なんか立ち回りが全然違うんですよね。日本サーバーでPUBGのその人気エリア、ポチンキとかあるじゃないですか、そこに降りるとなんかそんなに人来ないんですけど、アメリカサーバーに変えて、そのポチンキとか降りると、もう開幕いきなりもう2、30人ドワーって降りてきたりとか、だから海外勢ってほんととにかくバトロワでもなんか動き回ってキルしまくってみたいな戦闘民族スタイルっていうのがもっとやっぱ昔から変わってなかったんだねっていう風に思いました。まあ、他の意見として Apex もね、カジュアルモードがあってガンガン動き回ってね、キルするっていう遊び方ありますよっていう意見もあると思うんですけど、でも Warzone ってね、もうなんかたくさんキルするっていうこのキル数のなんか量が全然違うんですね。Apex でなんかカジュアルでいっぱいキルすると、まあ上手い人で20キルとかなんか30キルとか行く人もいるのかな、それぐらいじゃないですか。でも Warzone でなんかすごい上手い人がね、バンバンキルしてる動画とか見ると、なんか普通にね、もう30キル、40キル、50キルみたいな、世界記録な56とかなんかそれぐらいかな。3人モードの、トリオモードの世界記録とかなんか100何キルみたいな合計キル数が。だからたくさんキルするの、そのキル数が全然違うんですよね。そして何より、ウォーゾーンがランクなしで海外でこれだけ流行ってるっていうことはもう、海外のそのバトロワの楽しみ方って本当なんかランクを上げるとかっていう本当なんか動き回ってキルしたりとかフレンドとふざけたりとかそういうカジュアルな遊び方の方がなんか需要があるってことですよね。なんか本当どっちがいいとかどっちが悪いとかっていう話ではなくてなんか本当ね日本と海外でこれだけなんか楽しみ方が全然違うなって思ったのが本当不思議に思いましたっていう今日は動画です。僕はどっちの楽しみ方もね好きなんですけどでもどっちかっていうとガンガン戦闘したい派なのでというかそもそも僕、バトロワ自体があんまり得意じゃなくて、なんか少人数制の、まあ、いわゆる本当だから COD とか、少人数の FPS の方が得意なので、バトロワはね、ちょっとあんまり得意じゃなくて、まあだけど、ウォーゾーンはまだプレイできるかなっていう感じですね。Apex はね、ほんとちょっとあんまり上手くなくて、ちょっとダメなんですけど、まあ以上が最近僕が思ったことでした。まあ結論、海外勢、戦闘民族すぎるっていうね、結論になります。まあ最近ね、フレンドにも Apex 誘われてるんで、まあもし、配信して、まあ見せられるレベルのプレイだったら配信しようかなと思ってるんで、まあ、いつかやるかわかりませんけども、よろしくお願いします。というわけで今日の動画良かったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。お疲れ様です。